こんにちは中央区です。今週のラインナップです。区内のイベントや出来事をお伝えするトピックスでは、築地秋祭り2022秋晴れ肉堪能祭と中央区健康福祉祭り2022の様子をお伝えします。特集は食から健康な体づくりと題し、中央区保健所の管理栄養士がよく噛んで味わって食べるためのおすすめレシピを紹介します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは中央区です。キャスターの高井英子です。今週はまず10月23日日曜日に行われたオータム銀座2022秋の銀座交通安全ゴールデンパレードについてご紹介します。警視庁音楽隊によるファンファーレで始まった交通安全ゴールデンパレード。50年以上の歴史を持つこのパレードは、3年前まで交通安全の啓蒙をテーマに外堀通りで行われていましたが、中央通りでの開催は今回が初めて。パレードには警視庁音楽隊や区内の交通安全少年団、そして東京都吹奏楽連盟から15の団体が参加し、華やかなパフォーマンスを披露します。秋晴れの空の下、沿道にはパレードを一目見ようと大勢の方々が集まり、銀座の街が音楽とにぎわいに包まれました。中央通りをいっぱいに使った華やかなパレード。コロナ禍が続く中、街に活気を取り戻そうと願う皆さんの気持ちが伝わってくる催しでしたね。続いて、区内のイベントや出来事をお伝えする今週のトピックスです。10月22日土曜日、市場橋公園で秋晴れ肉堪能祭が開催されました。このイベントは10月11日からおよそ2週間にわたって、築地場外市場で開催された築地秋祭り2022場外ホームランセールのフィナーレを飾るもので、3年ぶりの開催となります。築地場外市場といえば鮮魚のイメージが強い方が多いと言われていますが、実は食肉店や青果店も軒を連ねる専門店街です。会場には区内から参加する肉料理の名店やもんじゃ焼き、お酒を提供する21のお店が並び、自慢の料理を振る舞います。中にはお弁当などを複数買い込むお客さんも。でも美味しかったですね、本当に。お弁当もこの7つ買ったりして全部で1万7000円ぐらい使ったんだけど、まあ、十分に堪能しましたね。まあ、こういう催しをこれからも、ね、毎年やってってもらいたいなって思います。家族でいらした方、友達同士でいらした方など様々でしたが、文字通り肉を堪能するひとときを過ごしていました。久しぶりの人混みなので心配ですけれど、まあ、気をつけながらいただきたいと思います。何食べても美味しいです。卵焼きと餃子が美味しかったです。そろそろウィズコロナでいい頃かと思います。楽しかったです。10月23日日曜日、暁公園や福祉センターなどを会場に中央区健康福祉祭り2022が開催されました。このイベントは地域で生活するすべての方々が触れ合い交流することで、相互の理解と親睦を深め、福祉と健康の街を目指すことを目的に毎年行っているもので、今回は53団体が参加しました。主会場の暁公園では、昨年は実施を見送った屋外ステージ発表を再開。今年法人化60周年を迎える
社会福祉協議会をはじめ、福祉や健康に関わる団体のブースが軒を連ね、にぎわいを見せました。一方、福祉センター、教育センターなどでは、高齢者クラブ連合会や福祉センター利用者の方々による作品展示のほか、介護や生活支援に関わる団体が自分たちの取り組みについて体験や展示で分かりやすく紹介、来場者の皆さんが健康や福祉について改めて考えるきっかけとなりました。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。続いては特集です。今回は食から健康な体づくりと題し、中央区保健所の管理栄養士協力のもと、よく噛んで味わって食べることにスポットを当てた料理の工夫と作り方をご紹介します。中央区では毎年11月にカミング30運動、よく噛んで味わって食べようをテーマに、カミング30の認知度の向上とよく噛んで味わって食べる習慣の定着に向けた取り組みを強化しています。カミング30とは、一口に30回以上よく噛んで食べることでより健康的な生活を目指すためのキャッチフレーズです。よく噛んで食べることで顎の発育、虫歯の予防、肥満の予防などの効果も期待できます。よく噛んで食べるための調理の工夫は、噛み応えのある食材を使用する、切り方を大きくしたり繊維に沿って切ったりする、加熱時間を短くしたり生野菜を取り入れたりすることです。続いては料理紹介です。今回はよく噛んで味わって食べることができる料理を3品紹介します。1品目はキッシュ風フランスパンです。材料はエリンギ、ベーコン、卵、牛乳、フランスパン、冷凍ほうれん草、ピザ用チーズです。噛み応えのある食材はエリンギとフランスパンです。エリンギは繊維に沿って縦に切ります。繊維に沿って切ることで歯ごたえが残ります。ベーコンは1センチ幅に切ります。ボウルに卵を割り、牛乳を入れ混ぜ合わせます。フランスパンは横半分に切り、白い部分をスプーンや指で押してくぼみを作ります。くぼみにエリンギ、ベーコン、冷凍ほうれん草を乗せて卵液を流し込み、最後にチーズを散らします。トースターで15分程度加熱して卵に火が通ったら完成です。卵に火が通らない場合はアルミホイルをかぶせて加熱します。パンは焼くことにより水分が少なくなるので噛む回数が増えます。またパンを焼くときにキノコや野菜などを一緒に焼いてパンに添えるのもおすすめです。二品目はサクサクレンコンサラダです。材料はレンコン、油揚げ、海藻ミックス、ポン酢醤油、ごま油、すりごまです。噛み応えのある食材はレンコン、油揚げです。レンコンは棒状に切ります。油揚げは大きめに切ります。
海藻ミックスは水で戻します。耐熱容器にレンコンと油揚げを入れてふわっとラップをします。電子レンジ600ワットで3分程度加熱します。海藻ミックス、ポン酢醤油、ごま油、すりごまを入れて混ぜ合わせたら完成です。このように食材を大きめに切ると小さめに切るより噛む回数が増えます。3品目は切り干し大根のもずく酢あえです。材料は切り干し大根、水菜、桜エビ、調味液入りもずく酢、ミニトマトです。噛み応えのある食材は切り干し大根と水菜です。切り干し大根は水洗いし、3分程度水に浸して戻し、軽く絞って食べやすい大きさに切ります。水菜は2センチの長さに切ります。ボウルに切り干し大根、水菜、桜エビ、もずく酢を混ぜ合わせ、器に盛り付け、トマトを添えたら完成です。野菜は加熱時間が長いほど柔らかくなりますが、このように切り干し大根を加熱しないで使用すると歯ごたえが残ります。今回紹介した料理の他にも、中央区のホームページ食育ガイドにカミカミレシピ集を掲載していますのでご活用ください。今回取り上げた3つの料理を参考に、よく噛んで楽しい食事を心がけてみてはいかがでしょうか。続いて中央区からのお知らせ、インフォメーションコーナーです。消防団員は非常勤の地方公務員で、普段は仕事や学業などを持ちながら、災害発生時には地域防災の要として活動します。区内の各消防団は日頃から消火訓練や応急救護訓練などを通じて災害に備えるほか、地域の防災訓練の指導や各種行事の警戒など、地域防災力の向上に向けて取り組んでいます。入団を希望する方はお住まいの地域の消防団本部までお問い合わせください。新型コロナワクチン接種のお知らせです。区では12歳以上の区民を対象としたオミクロン株対応ワクチンおよび小児向けワクチンの3回目接種を行っています。また区内在住の生後6ヶ月以上4歳以下の乳幼児を対象としたワクチン接種を開始します。なお小児接種を除く追加接種の接種間隔が5ヶ月から3ヶ月に短縮されました。いずれも接種スケジュールなど詳しくは接種券同封のチラシまたは新型コロナワクチン接種特設サイトでご確認ください。お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は11月6日日曜日です。それでは。